コロナのことが大変なので、ここのところ地球温暖化の問題にあんまり関心がいってないような気がして、すごく気になる。ちょっと話をさせてもらいたいんだよね。俺は地球温暖化とこのコロナウイルスとかそういうウイルスの変異の問題も全部遠くで一つの輪でつながってると思ってる。例えば地球温暖化っていうのは同時に地球極端化だっていう言われ方もずっと言われて親しいんだよね。これはどういうことかといえば、例えば砂漠化が進んでいるところでさらなる日照りが続いて雨が降らないから砂漠化が拡大していく。ドライのエリアはよりドライになって極端化する。それからウェットサイクルと言われている高温多湿で大雨が降る、やれモンスーンだいろんなことが起きやすいっていう地域に関してはさらに強烈な雨が降り続けることによって大洪水がさらに起きる。大体洪水が起きそうなところは地球極端化だからさらにウェットサイクルが厳しくなると、こう言われてるんだけど、例えばの話、なんで温暖化とウイルスの問題までつながってると断言しちゃうかっていうと、この高温多湿のところでまたさらなる大雨が地球温暖化の影響もあって降ったと。そうすると植物のこの生態系も随分と変わって、今までなかった草花が咲き乱れたりとかそういうことが起きてくる。そうするとその蜜を巡っつって蝶々や蜂だけが来るだけではなくて、いろんな異変が、生態系が狂ってくるといろんな異変が起きて、例えば今までそのエリアには来なかった洞窟の方からコウモリがお出ましになると。そうすると一方でまた違うところから、山のほもとから餌が足りなくなったっていうんで、普段こんなところには出てこないはずのゴリラが出てくると。出会わなかったはずのコウモリとゴリラが出会う。その時コウモリが持っていたウイルスをゴリラに移したらどうなる。そしてゴリラが追い詰められている、そこに人間が絡んだジャングルの中で何が起こるかとかいろいろ考えていくと、ウイルスの一部遺伝子の変異、そして毒性が強まるとか感染力が強まるってことに関しては、やっぱりこの地球レベルの温暖化の異変が関わってるだろうという見方もしっかりとある。そこでこの温暖化っていうね、避けては通れないことをできる限り話しておきたいなという衝動が俺にはある。で、まず手始めに話したいのは、2007年の8月だったから今から13年ほど前に報道ステーションやってる時に、スイスのローヌ氷河、溶けゆくローヌ氷河の取材をやった。もう徹底的に短い時間ながら取材をして、そして向こうのスイスのローヌ氷河の麓から生中継をやって、また東京に戻ってきたっていうことがあったんだけど、その時の強烈な印象について話したい。で、行くまでに一生懸命100年前のローヌ氷河ってどのぐらいのスケールで氷が固まっていたのか、そして50年前のローヌ氷河の写真を見るとどれだけ氷河が連なっていて、そしてアルプスの少女ハイジが出てきそうな、もう緑の丘の赤い屋根みたいな、そういうようなアルプスの山並みとともにこう街並みが見えるっていうようなところのギリギリまで氷河が攻め込んできていて、この氷が溶けて雨になったり水になったらどうすんのというようなところまで迫ってる印象で言ったら驚いた。2007年、本当に驚いた。もちろん目の当たりにすれば、標高2300メートルぐらいのところに立って上を見上げればアルプスの山々のその山あいに存在している大変な規模のローヌ氷河が、頂上付近からは相変わらず 青白い分厚い氷河が連なってはいるんだけど、50年前の写真とのイメージ比較をしたらドワーッと後退して、岩肌山肌がもう随所に見えてる。こんなにも後退したのかってことに驚いた。でも驚きつつも目の前に氷があることは確かなんで、用意してた登山用のアイゼンを履いて一応装着を万全にした形でその氷河の上を歩き出したスタッフと一緒にリポートをしながら、まず驚いたのはもう随所に凄まじい割れ目があって、青白い氷河の色合い、真っ暗な割れ目、これが広がってるんで、そっからずっと下を恐る恐る転落しないように覗いてみる。これ2年ほど前にスイスのある氷河で17歳の日本の男の子が転落事故で亡くなってるんだよね。まあそんなことは知らなかった、ずっと前の2007年だけど、吸い込まれそうで本当怖かった。
もう登山用の装備だったってまたぐだけでも本当に注意を払わなくなったら、そのまま転落したら奈落の底まで落ちるとはこのことだ。もう真っ暗闇が続いていて、異次元世界への入り口だよね。かなりの幅で割れ目が随所にあって、それでそこに顔を近づけるだけでもさらに音が強くなってくるのは、その底の方からこーぐーっと地鳴りのような、うなりのような音が聞こえてくる。これは何だって話は、氷が溶けてる音だって。だから分厚い氷が迫ってきてるけども、その割れ目の下の方からはものすごい音で轟音とともに氷が水になって溶け出しているってことがはっきり分かる。もうどこ行くでもない、氷の上をずっと割れ目に気をつけながらスタッフと野良犬のようにこうさまよった。それで日本の人なんだけども、現地に長くいる環境学者の先生に入ってもらって、いろいろ解説を聞きながらさらに取材を続けて、そして山頂の方向から言うと氷河が溶け出していて途切れてしまってっていう、その突端に環境学者の先生と二人で立った。その時目の前に広がったものは、眼下に広がる一番下の方は麓の町並みで、家並みがまばらになって草原が続いていて、そして氷河がここで終わりっていう突端、こっから先手前、そこから先は何だといえば氷河湖、湖ができて、あまりにも大変な量の水量の水が溶けているために、これは氷が溶けてるのになんでせき止められるかっていえば、強烈な岩盤に守られているがゆえに、そこに氷河の溶けた水の氷河湖、湖ができている。乳白色にグリーンを混ぜたような、何とも言えないうぐいす色の湖面が広がっている。その時に洪水が起きたら街並みを襲うぞとかいろいろ考えたら切なくなっちゃって、隣の先生、こんなに轟音とともに水が溶け出してる、地球温暖化の影響があるとして、ちょうど1年経ったら1年後またここに来ませんか先生と、再度取材させてもらえないかって言ったら、先生ちょっと乾いた感じでニコッと笑ってくれて、たしなめるように言った一言が忘れられない。宇多さん、1年後に来たいっていう気持ちはわからないではないけれども、ちょうど1年後にここに来ると、そのここがないんですよってちょっと乾いた笑いだったんですよね。なんてバカな質問してんのかと思って、確かにね、感傷に浸っちゃって東京からやってきて、1年後また取材させてくれないか先生なんて言った瞬間に、ここってここがないんだよあんた、どんどん後退して水は溶けてんだよ、このね、できてしまった氷河湖がどんどん広まってって、湖畔はどん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 後退して標高の高いところに行くんだっていう話。うわーっと、でやっぱ帰ってきてからいろいろこう気になるから、時折ね、そういう新聞記事はないのか、ニュースはないのか、ローの氷河がどれだけ溶け続けてるのか、言ったのはなんせ13年前だからね、でこういろいろ見てると行き当たったのは去年なんだけど、2019年去年の8月、ちょうどおよそ1年ぐらい前か、その8月に日経新聞が時々ローヌ氷河の特集をしていて、その記事を読んだ時にさらにびっくりした。僕が行った時にこれだけのスケールの氷河湖ができている、これだけの氷河はまだかろうじて残ってるっていうイメージから、さらにびっくりしたのは、案の定ものすごく大きくなってる氷河湖が、そして氷河の色がガラッと変わってることに驚いた。よく見ると黒い粒々が残ってる氷河にいっぱいあるんだけど、これはどん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 氷が溶けてるとこから、山肌とか岩肌から削り取った微生物の点々点々っていうのももちろんあるんだけど、それが変化してる色だっていうのもあるんだけど、全面的に灰色、グレー一色なんだよ氷河は。これはどうしたことか、なんでこんなグレーなんだ黒い点々以外はって見たら、断熱シートなんだよね。やっぱり断熱シートとかの面積がどんどん増えていって、もう猛暑日のによってどんどん溶けることを少しでも緩和しようってんで、断熱シートが張り巡らされてる。そして観光客が来るような、もう水が滴り落ちてる洞窟も氷結もできてるんだけど、そこだって人が入れるのかっていうぐらい水が滴り落ちちゃってるし、断熱シートで覆われてる中を入っていくみたいなことになってるし、
うーわー、十何年経ってすごいことになってるなってその記事に触れたのが去年。それでまあ切ない、そして恐怖なんか、いろんなことの気持ちが渦巻きながらのローム氷河の取材中継を終えて一泊したのがチェルマットっていうね、スイスの中にある山のふもとの綺麗な町なんだ。でここは徹底してる町で、2007年、もうその時から先駆だったね。この町は山を降りてガソリン車、普通の車で行って、スタッフとともにもうチェルマットに入るずっと手前に車の関所が設けられていて、そこでどんな大中小車関係なくガソリン車全部降ろされる。で人が降りて、そっから歩きないしは電車、これでチェルマット方向に行く。でその規定通りに我々は車を降りていった。でチェルマットの中に入った。気のせいでも何でもない、本当に空気がきれい。昼間に入ったんだけど、まあ空気が澄み渡っていて、夏場だったからいわゆる臭いきれい、青春時代にこんな草っぱらでこんな匂いを嗅いだな、香りを嗅いだなっていう臭いきれいの匂いが充満してるチェルマット。そりゃそうなんだよ、一塊一かけらのガソリンもありゃしない、汚れるべき空気の要素は何一つない、市電のような電車が走っていて、そしてせいぜい走っているバスとか小さな車は電気自動車のみが許されるってことになってるから、そんなに渋滞も起きてるような様子は見えない、観光客はそれでも多いと。そういうところに一泊したんだけども、チェルマットの中心に古式ゆかしいホテルがあって、そこに泊まることができた。それで明日はもう東京へ帰れなきゃっていうことで、夜中眠りにつく前にちょっとベッドの脇の小窓を開けてみた。古いチェルマットの中心にあるホテルの窓、そしたら焼きを含んだ空気がファーンと僕を襲ってきた瞬間に、ああ夜中になるとひんやりとした空気が頬を撫でてくれると思った時に、さらにびっくりしたのは家畜の牛の糞の匂い、それが臭いきれとともに混じってる匂い、強烈に懐かしくて、昼間のローヌ氷河の体験とともにもう一度感性がなんかこう高ぶってるのか、泣きそうな気持ちになった。ああ東京の外れの下町、北区滝の川っていうところで育ったけども、都会の片隅とはいえ、今から60年以上前には、物心ついた時には東京とはいえ、こんなね家畜の匂いとか臭いけれの匂いが混然一体となって、ケミカルなかけらが何一つしない匂いがあったよな、親戚のうち行った時田舎でこういう香りを嗅いだな、それがスイスの夜中のチェルマットで襲ってきた時にはどこにいるのか分かんなくなって、なんだか懐かしすぎて泣きそうな気持ちになって、氷河の影響があるんだろうけど、それで窓を閉めて寝て、あんまり寝られなかったけども高ぶった気持ちを引きずって、まあ、日本に帰ってきたわけだけど、そのさっきの話に戻るんだけど、日経新聞の去年の8月の記事によれば、去年8月に、今からちょうど1年前ぐらいだね、チェルマットに大変な洪水が襲ってんだ。やっぱ大きな川が流れてた印象はあるんだけどね。で大浸水が起きてる、これは溶けゆくローヌ氷河の影響でこれが出たんだろうっていう記事も付随でついていた。さらなるまた夏のある日に、山の高い方からかなりの落石が町を襲ったって記事もあった、チェルマットの町を。これもどん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 山肌が見えている、氷河が溶けているって影響で、氷がせき止めていた岩がせき止められなくなって転がり落ちてきたのではないかっていう記事が同時に載っていた。どんどん進んできてるわけだ。だけど同時にね、そんなことを感傷に浸って昔の話を今俺がしていたって、この快適さという麻薬から俺は逃れられない。みんなもそうじゃない？もしこれを見てくれてる、聞いてくれてる人がいたとしても、この快適さで煙も出さなきゃ、家畜も飼って、家畜のゲップする、呼吸するメタンガスも大問題になってるけど、それも含めて全部 CO2 として地球温室化効果に寄与しちゃってるったら、この形態を変えられないけれども、変えられないけど今後何とかしていかなきゃ、次世代次世代に申し訳ないって気持ちがあるわけだよね。そしたらどうしたらいいかってことをいつも考え続けていて、そのことをまた次回じっくり話させてくれ。